葛飾区学校適正規模等に関する方針、東尾杉地域説明会資料、こちら A4 の資料になりますが、こちらの1ページをご覧いただけますでしょうか。はい、まず1の概要でございます。学校教育においては、児童生徒が集団の中で多様な考えに触れ、認め合い、協力し合い、切磋琢磨することを通じて、社会性や規範意識を身につけ、一人一人の資質や能力を伸ばしていくことが重要でございます。そのために本区における学校の適正規模や適正規模を維持するための対応策について検討を進めるため、学識経験者や小中学校の校長、副校長を委員とする葛飾区学校適正規模等検討委員会を設置し、議論を重ねてまいりました。この度、葛飾区学校適正規模等に関する方針がまとまったことから、報告するものでございます。2の、葛飾区学校適正規模等に関する方針について、ご説明いたします。別件のですね、概要版方針、カラー印刷の、資料の方をご覧いただけますでしょうか。こちらの1ページでございます。第1章として、方針の策定についてでございます。葛飾区では、子どもたちが知性、感性、品性や、体力を育み、豊かな人間性と人格を兼ね備えた時代を担う人間となれるよう、知、徳、他人の、総合的な力である人間力の育成に、下駄教育を推進しているところでございます。学校ではですね、単に教科等の知識を習得するだけではなく、児童生徒が集団の中で多様な考えに触れ、協力し合い、切磋琢磨することを通じて思考力や問題解決能力などを育み、社会性や規範意識を身につけることが重要でございます。こうした教育環境を充実するためには、学校において一定の規模の児童生徒数が確保されていることや、経験年数や専門性などでバランスの取れた教職員集団を配置することが望ましいと考えられます。本方針はこれらのことを踏まえて、さらなる教育環境の充実を図ることを目的として、策定されたものでございます。1、国の動向でございますけれども、国はですね、小学校、中学校ともに、12学級以上、18学級以下を、標準規模としております。25学級以上の学校を大規模校、31学級以上の学校を課題規模校としており、課題規模校については、その解消を図ること。さらに教育的な視点から少子化に対応した活力ある学校づくりの方策を検討すること、また公立小学校中学校の適正規模適正配置等に関する手引きを策定するなど、各地方自治体に地域の実情に応じてですね、学校の適正規模に向けた方策を検討することを求めております。2の、葛飾区の将来人口でございます。近年、全国的に少子化による人口減少が進展してございます。葛飾においても将来的な人口減少が見込まれているところでございます。昨年度公表いたしました葛飾区基本計画における将来人口推計においてはですね、15歳未満の年少人口、こちら2060年にはですね、約4万3000人と推計しております。2022年時点で5万1958人ということでございますので、比較しますと約 18%、 約9000人が減少すると推計していくことでございます。第2章として小中学校を取り巻く状況でございます。学校数と児童生徒数のグラフが記載してございます。縦軸にはですね、児童生徒数、あと小学校、中学校数を、で横軸には成績を記載してございます。棒グラフにつきましては、児童生徒数の推移を、示してございますが、第2次ベビーブームの影響による1977年、こちらピークとして、5万7355人いた、児童数についても、減少傾向に、なってございます。2022年現在ではですね、2万9259人と、
約 49% 減少している状況でございます。一方で、ボレセングラフにつきましては、小中学校数を、推移を示してございます。ピークの時点で、79校ございましたが、現在73校ということで、約 8% の減にとどまっている状況でございます。葛飾区に限らず、全国的な課題となっておりますが、今後少子化の進展に伴いより一層、児童生徒数の減少傾向が続くものと考えております。お手数ですが、最初の説明会資料 A4 資料の1ページ目を、ご覧いただけますでしょうか。こちら1ページのですね、3、児童生徒数の推移でございます。こちらですね、先ほど、ご説明した1977年の児童生徒数のピーク時と、2022年現在の、学校規模を比較した資料になります。小学校、中学校、それぞれ、記載しておりますが、各年次における、学級数、児童生徒数をそれぞれ、学校数で割り替えした1校あたりの平均となる学級数、児童生徒数を示しております。1校あたり平均につきましては、小学校では学級数が 20.2 学級から 14.2 学級、児童数は770人から413人、中学校におきましては、学級数が 19.6 学級から 10.8 学級、生徒数が、782人から、358人となっており、学級数も児童生徒数も大幅に、減少している状況となっております。今後もですね、児童生徒数の減少傾向が続くものと考えており、一校あたりの、学級数、児童生徒数はより一層減少していくものと考えております。2面の2ページを、ご覧ください。こちらにはですね、杵川小学校、渋江小学校、中川中学校の、学級数、児童生徒数を記載してございます。各校それぞれ、令和4年現在と、10年後になる、令和14年時点の、推計を比較した資料でございます。令和14年時点の推計につきましては、各学校の就学率、こちら令和2年から令和4年の実績の3カ年平均により、学級数、児童生徒数を推計しております。3校とも、学校規模の小規模化が、進んでいく傾向にあると、推計しており、今後、学校適正規模の検討を進めていく必要があると、考えているところでございます。お手数ですけども、概要版の更新、カラー印刷の資料の方にお戻りいただいてもよろしいでしょうか。こちらの、2ページをご覧ください。2ページの一番上でございますけども、近年義務教育課程に求められる教育内容は、先にわたっており、さまざまな制度改正が行われてきました。35人学級の完全実施として、小学校においてはですね、段階的に35人学級を導入し、令和7年からは、全学年で35人学級が導入されます。こうした、学級編成の標準を、一律に引き下げるのは昭和55年以来、約40年ぶりの制度改正となります。中学校においては現時点で1学年が、35人学級、2、3年生が40人学級となっております。また、教科担任制の導入として、小学校5、6年生の教科担任制の導入に向けた取り組みが、学校の実態に応じて始まりました。国は教科担任になれることによって、中1ギャップを解消し、小中学校の円滑な接続が期待できることや、複数の教職員が児童に関わることで、児童が担任以外の、教職員にも相談できるようになり、多面的な、児童理解が進むなどの、効果が期待されているところでございます。こうした、教科担任制度は小規模校においては教職員数が少ないことから、教科を分散しにくい状況となります。
一定の学校規模の下で各学年に複数の教職員が配置されることが重要となります。また英語教育の教科科として小学校高学年において英語が教科化されました。 3,4 年生は外国語活動として年間30時間、5,6 年生は外国語科として年間70時間実施してございます。こうした選科指導を行うにあたっても充実した教職員の配置により分散しやすくなります。また部活動指導の地域移行として、中学校の部活動指導について今後地域移行に向けた取り組みを検討してまいります。運動部活動や文化部活動を希望する生徒がですね、参加しやすい環境を整備するため、検討を進めてまいります。また ICT 教育の推進として1人1台タブレットを活用して、児童生徒が自ら学ぶ一層の ICT 教育の実現に向けて取り組みを推進してまいります。こうした時代の流れに対応していくためにも、各学校において一定の学校規模を確保し、バランスの取れた教職員を配置することにより学校教育環境の充実を図っていく必要があります。次に、学校施設の状況でございます。近年、計画的に小中学校の改築が進んできておりますが、小学校の約8割、中学校の約6割が建築から50年以上経過するなど、学校施設の老朽化が進行しております。今後も学校の設定規模を考慮しつつ、計画的な建て替えを進めていく必要があります。また市街地再開発事業など、街づくりの進展に伴い、急激な児童生徒数の変動にも対応できるように、将来の、児童生徒数の状況を見据え、校舎の増改築など視野に入れつつ、学校の適正規模の確保に向けた取り組みを進める必要がございます。次に第3章、葛飾区における学校適正規模等の考え方でございます。1校あたりの学級数や、児童生徒数などの、学校規模につきましては、大きすぎても、小さすぎても、それぞれ、学校教育においてさまざまな課題が生じることとなります。まずはじめに、学校規模が小規模化していくことによる、課題について、ご説明いたします。1、学級編成における課題といたしまして、学級数や児童生徒数が少ないと、児童生徒が多様な意見や価値観に触れる機会や、新たな人間関係を構築する力を身につける機会が減少することにより、社会性やコミュニケーション能力が身につきにくくなることが懸念されます。また、人間関係が固定化し、1学年1学級となる3学級の場合、クラス替えができないことから、さらなる人間関係の硬直化が懸念されます。また人間関係に配慮した学級編成ができないことから、児童生徒の意欲が低下する可能性があります。また人間関係に課題がある児童生徒同士をクラス替えにより環境を変えることにより、効果的に指導を行うことができます。2の、教育活動における、課題といたしましては、運動会や文化祭など全体行事において児童生徒同士が競い合い切磋琢磨する場面が減少し、十分な教育効果が得られない可能性があります。また学級の人数が少ないと、体育科の球技やリレー、音楽科の合唱合奏など、集団学習の実施に制約が生じる可能性があります。チームティーチング、グループ別指導、中熟度別指導、選科指導などの指導方法を取ることが難しくなることにより、児童生徒が多様な教育を受ける機会が減少する可能性があります。3の教職員配置における課題でございます。各学校の教職員配置人数につきましては、現行制度では学校の学級数に応じて配置人数が決まります。1学年に複数の担任がいれば、経験年数、専門性等バランスの取れた教職員の配置が可能となり、
力量のある教職員がリードすることにより、教職員の指導技術をより充実させることができます。3学級の場合、担任の判断で学年経営を行うことになり、担任の力量に左右されるため、経験の浅い教職員は厳しい立場に置かれてしまうことがあります。次に一方で、学校規模が大規模化していくことによる課題でございます。1、教育活動における課題といたしましては、同学年でも、お互いの顔や名前を知らないなど、学年としてのまとまりが希薄化する場合があります。また、運動会や発表会などの学校行事において、児童生徒1人当たりの参加種目が制限され、一人一人が活躍する機会が少なくなる場合があります。また、数学や英語の少人数授業を実施するための教室不足や、理科の実験や家庭科の実習など、特別教室の利用調整が難しくなる場合があります。また、全校児童生徒が体育館に入りきれなくなることや、校庭の活動スペースが足りず、全校集会や卒業式など、学校行事における一体的な集団活動の効果が、低下する場合がございます。2の、学校運営における、課題でございます。1学年あたりの担任が多すぎますと、学年間において教職員が十分な、共通理解を図るため多くの時間を要するなど、組織運営の負担が大きくなる傾向があります。また、修学旅行や遠足などで外部施設に行く際、人数制限により施設の利用や児童生徒の体験が限定され、教育活動の展開に支障が生じる場合がございます。また、学校行事や昼の休憩時間など多くの児童生徒が活動する場面において、教職員の目が行き届きにくいなど、校内の安全確保に課題が生じる場合があります。こうした学校規模の小規模化や大規模化による課題が生じることのないように、適正な学校数を確保することで、一定の学校規模を維持し、経験年数や専門性など、バランスの取れた教職員を配置することにより、児童生徒の多面的な評価も可能となります。将来にわたり安定的に学校運営を行うことができるように、小中学校の適正規模を次の通り定めました。1、小学校の適正規模でございますが、学級数12学級以上、18学級以下を適正規模としております。ただし、今後少子化が進む中、各学年2学級となる12学級であっても、年度により3学級が生じる可能性があることから、各学年3学級となる18学級が望ましい規模としております。また、児童数についても、全学年35人学級を前提として、12学級平均児童数となる318人から、18学級平均児童数となる、528人の範囲を、設定規模としております。ここで、学級数と児童数の関係について、補足説明をさせていただきます。学級数につきましては、各学年の、児童数によって、決まります。小学校の場合ですね、35人学級を前提としておりますので、1学年35人までは、1学級、いわゆる、3学級となりますが、35人を1人でも超過して、36人以上、70人までとなった場合は、2学級となります。小学校で1学年2学級、×6学年の12学級の場合、資料に記載させていただいた通り、対象の児童数につきましては、1学年あたり児童数36人 ×6 学年で216人、最大の児童数は1学年あたり、児童数70人 ×6 学年で、420人、その中間となるですね、1学年あたり、児童数53人 ×6 学年で、318人となり、この人数を、12学級の平均児童数としているところでございます。2の、中学校の適正規模でございます。
学級数12学級以上、18学級以下、各学年4学級から6学級を適正規模としております。各学年に複数学級を確保する観点から、人口減少の中にあっても地域にバランスよく学校を配置するため、各学年3学級となる9学級以上、11学級以下についても、許容範囲としております。生徒数は12学級平均生徒数となる403人から、18学級平均生徒数となる633人の範囲を、適正規模としております。現行制度にのっとり、1年生は35人学級、2、3年生は40人学級を前提としており、人数の考え方は、小学校と同様でございます。3の、要検討基準でございます。児童生徒数の減少または増加による教育環境の悪化や、教育課題の、顕在化が不可避であると見込まれる場合には時間的な余裕を持って、検討を進めることが有用と考えられます。記載している、一覧表につきましては、小学校と中学校において、それぞれ、学級数や児童生徒数の状況に応じて、どのような、対応策が必要なのかを、まとめた資料でございます。小学校におきまして、学級数が6学級以下で、要検討基準が、表の1段目に、記載の平均児童数120人未満の場合、対応策といたしまして、早急に、適正規模に向けての取り組みに着手としております。杵川小学校につきましては、この基準に該当いたします。また同じく、小学校において、学級数が7から11学級で、要検討基準が表の上から4段目に、記載の、2学級の学年で平均児童数を下回る場合は、対応策として、児童数の推移を注視し適正規模の取り組みを検討としております。渋谷小学校はこの基準に該当いたします。また中学校において、学級数が8学級以下で要検討基準が、表の上から6段目に、記載の1、平均生徒数を下回りかつ、2、3学級が生じる可能性がある場合につきましては、対応策として、適正規模に向けての取り組みに着手としております。中川中学校は、この基準に該当いたします。今後も継続して、学校ごとに、児童生徒数の将来推計を行うとともに、こうした要検討基準に沿って、学校の適正規模に向けての取り組みを検討していくことにより、教育環境の充実を図っていくことが重要でございます。2ページをご覧ください。第4章、学校適正規模を維持していくための取り組みでございます。将来的に児童生徒数の減少により学校の小規模化が進行すると見込まれる場合や、まちづくりの進展などに伴い学校の大規模化が見込まれる場合は、児童生徒数の推計を分析し次の通り対応策を検討していく必要があります。まず小規模校への対応策としましては、1、学校統合でございます。学校の適正規模を下回り将来的に児童生徒数の減少が不可避であると見込まれる場合は、近隣の学校との統合により小規模化の解消を図る必要があります。新たな統合校に児童生徒を受け入れる環境を整備するためには、学校改築や長寿命化工事の時期に合わせて学校の適正規模を実現し、教育環境の充実を図ることが望ましいと考えられます。学校統合を実施する際には、児童生徒が困惑することなく環境変化に対応できるように、統合前に児童生徒同士の交流イベントを行ったり、学習や生活に関するルール、指導方針基準等について統合対象交換で調整することも重要でございます。2の、通学区域の見直しでございます。小規模校の通学区域を拡大し、
近隣校の児童生徒を編入する方法については、隣接校で児童生徒数が設置規模を上回るなどの状況にあり、かつ両校が統合した場合の学校が設置規模を大きく上回ってしまう場合などに検討いたします。次に、大規模校への対応策といたしましては、1、通学区域の見直しでございます。大規模集合住宅への転入により入居開始時点で、児童生徒数が、増加しますが、十数年経過すると、減少に転じる傾向も見受けられます。通学区域の協会が大規模集合住宅に新設している場合は、小規模校を解消し、学校規模を平準化する機会と捉え、通学区域を変更することも、検討いたします。2の、校舎の増築でございます。児童生徒数の増加が見込まれ、通学区域の変更だけでは対応できない場合は、改築のタイミングに合わせて、既存校舎よりも教室数の多い校舎を整備することも、検討いたします。こうした、学校適正規模の取り組みを進めていくにあたっての、留意点でございます。1、地域とともにある学校づくりでございます。学校統合によって、地域のコミュニティの核となる、新しい学校づくりを行うような場合は、保護者や地域住民の方々が新しい学校に何を望むのか、十分な対話を得て、新しい学校の教育目標やカリキュラム編成の基本方針づくりを行うなど、地域と学校が両輪となって学校づくりのプロセスに取り組めるようにすることが必要になります。これらの検討を行うために、適切な協議調整体制を整備し、可能な限り保護者や地域住民の方々の意向が反映できるような工夫を講じることが望ましいと考えております。2に、通学路の安全確保でございます。学校統合や通学区域の見直しを行った場合、児童生徒の通学路の変更が見込まれることから、交通事故や不審者による犯罪防止等の、取り組みを行う必要がございます。通学路の安全点検を実施し、要注意箇所の把握・周知を徹底するとともに、スクールゾーンの再設定やカーブミラー、横断歩道、防犯カメラについて、整備を行うことも検討してまいります。3、通学距離でございます。国は通学距離について小学校でおおむね4キロ以内、中学校でおおむね6キロ以内としておりますが、それ以外の明確な基準はございません。学校の設定配置を、検討する場合には、現状の通学距離を考慮しながら、児童生徒にとって通学が過度な負担とならないように、留意する必要があります。続きまして、この本資料のですね、一つ1ページをご覧いただけますでしょうか。こちらのですね、1ページの右上に、QR コードを、記載してございます。こちら本日皆様に、お配りした説明資料は更新の概要版でございます。こちらからもですね、QR コードで、読み取っていただきますと、このホームページで更新の全文を、ご覧いただけます。本日、ご説明した資料の詳細が記載されておりますので、関心のある方はぜひ、ご覧いただければと思います。行ったり来たりで恐縮なんですが、説明会資料、A4 資料の方の、2ページ目、2面の方をご覧いただけますでしょうか。4の、今後の対応についてでございます。本日説明させていただきました、葛飾区学校適正規模等に関する方針を踏まえた上で、今後本区における学校適正規模の取り組みを、進めてまいります。先ほどもご説明いたしましたが、東杉地域におきましては、児童生徒数が減少傾向にあり、杵川小学校では、全学年3学級、また渋井小学校も一部の学年で3学級が生じております。また中川中学校は将来的に3学級が生じる可能性もあることから、今後東四杉地域における学校の適正規模に向けた取り組みの検討を進めてまいります。
4月には、改めてですね、東四杉地域における具体的な取り組み案につきまして、保護者説明会を開催させていただく予定でございます。その上で、改めて、杵川小学校、渋江小学校、中川中学校の、学校評議員の皆さんをはじめ、地域の代表者から組織する、検討の懇談会を設置いたしまして、地域の皆様のご意見を伺いながら、東四杉地域の学校環境、の充実に向けた、検討を進めてまいります。今後もですね、東四杉地域の皆様、また何より、東四杉地域の子どもたちにとって、まあ、喜んで通学していただけるような、学校環境を整え、地域のシンボルともなるような、新しい学校づくりをですね、今後、東四杉地域の皆様とともに、検討してまいりたいと、考えているところでございます。私からの説明は以上でございます。貴重なお時間いただきありがとうございました。